This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は麻薬取締りの緊急行動計画を発表しました。保健省はコロナ患者のベッド数は確保していると約束しました。都内を走るバスに電動バスが導入されました。文化省はラマ9世を称える音楽イベントを開催します。それではまず初めのニュースです。政府は麻薬取締りの緊急行動計画を発表しました。プラユット首相は先週初め、麻薬問題に対する政府の緊急行動計画を発表し、麻薬問題への取り組みは国家的な課題との考えを示しました。先週行われた麻薬取締りの会議には、国連薬物犯罪取締事務所や海外麻薬犯罪対策共同体など、タイ国内外のさまざまな機関の代表が出席しました。この日、プラユット首相は2022年の主要な麻薬事件で資産押収に携わった職員への賞金授与の式典に立ち会いました。4件の事件に携わった職員に、事件で押収された資産の 30% に相当する約800万バーツが授与されました。政府は違法麻薬の取り締まりを強化しており、先週も24億バーツ相当の資産を押収しています。法務省によりますと、主要な麻薬組織のトップのものとされる24億バーツ相当の資産を押収しました。これは麻薬制圧委員会事務所と地元当局が9都県の22カ所を家宅捜査し、逮捕状の出ていた容疑者6人を逮捕するとともに、住宅、土地、自動車、自動二輪、現金などを押収しました。プライト首相は式典の席で麻薬取締りに関する方針を発表し、麻薬問題は複雑であり、国の安全保障に影響を及ぼすほど重要な問題だと指摘しました。このため、違法麻薬問題に取り組むには、予防、鎮圧、リハビリの努力に加え、近隣諸国との協力が不可欠だと訴えました。政府は取締りの効率化と密売人の逮捕のために関連法を改正し、今年は111億バーツ相当の麻薬の押収に成功しました。プライト首相は教育機関に対し、学生たちが薬物から切り離され、安心して過ごせるよう、学校は安全でなければならないとし、違法薬物使用に対し、保護者のサポートと薬物使用者のリハビリ構成を呼びかけました。また、小地区レベルで地域社会の麻薬乗用車を監視し、治安部隊が国境を守り、密売組織の資産を押収することに引き続き努めていくと強調しました。フライト首相は、部下が犯した薬物犯罪については、その部署のトップが責任を負うと警告し、また情報提供者は身柄の安全を確保しなければならないと述べました。次のニュースです。保健省はコロナ患者のベッド数は確保していると約束しました。ここ最近、新型コロナの感染が再び世界的に流行しているため、保健省は国民へ、寒い季節に感染予防対策を実施するよう求めています。医療サービス局は、
コロナに感染した場合、重症化しやすいグループ、特に高齢者に対し、できるだけ早くワクチンのブースター接種、追加接種を受けるよう求めています。トンチャイ局長は、バンコクの病院のほとんどでベッド数の空きは心配ないと断言しました。コロナ患者用に十分な薬の量も用意していると述べています。トンチャイ局長によりますと、雨季の終わりから寒季の初めのこの時期、呼吸器疾患や風邪にかかる人が増え、それに伴い新型コロナの新たな感染が増加することが予想されています。局長は一般市民に対し健康に留意し予防策を講じるよう呼びかけました。またワクチン接種の接種率が現在の目標に達していないためブースター接種を訴えています。トンチャイ局長は感染力が強く免疫システムを回避する能力が高い新しいコロナの亜種について懸念を表明しています。この亜種はより深刻な症状を引き起こすことは今のところ確認されていません。またこれまでの変異株よりも毒性が低いことが示唆されていると説明しました。入院患者や重篤な症状にある患者のほとんどは、重篤な症状を引き起こすリスクが高い持病がある人や高齢者だとしています。ワクチンの未接種や追加接種を受けていない人も重症化しやすいとして注意を呼びかけています。11月19日現在、追加接種を受けた人は3200万人で、総人口の半分をカバーするという目標にはまだ達していません。次のニュースです。都内を走るバスに電動バスが導入されました。バンコク都では電動バスへの移行が進んでおり、515番線に電動バスが導入されました。このバスはナコンパトム県のサラヤーとバンコクとの戦勝記念塔を結ぶ路線で環境に配慮したバスとして運行されています。今年は首都圏で合わせて1250台の電動バスが配備される予定です。サクサヤム運輸大臣はサラヤーと戦勝記念塔を結ぶ515番の電動バスの運行開始式典を主催しました。この車両はすでにバンコクの他の路線で電動バスの運行を行っているタイスマイルバスによって運営されています。サクサヤム運輸大臣によりますと、政府はクリーンエネルギーを使用したり、電動バスの事業者と契約することで、公共バスサービスの排ガス排出削減の効率を高めたいと考えています。それはバスの運行を合理化し、都市部での大気汚染の公害を減らすためです。サクサヤム運輸大臣は、新しい電動バスは乗客に好評で、先日のアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議ウィークで、APEC の代表団から賞賛を受けたことを明らかにしています。タイスマイルバスには、今年1250台の電動バスを配備することを目標としており、3年以内にバンコクすべてのバスが電動化されることを目指しています。通常時に5000台、通勤ラッシュ時に8000台の電動バスを運行する計画です。タイスマイルバスは21社のバス運行事業者を傘下に統合し、事業を拡大してきました。その結果、タイスマイルバスのネットワークは現在、約120のバス路線と3路線の水上ボートを運行しています。次のニュースです。文化省はラマ9世を称える音楽イベントを開催します。文化省は12月5日のプミポン前国王陛下の誕生日を記念して、冬のラブソングと題した音楽フェスティバルへの参加を呼びかけています。12月8日から9日にかけ、文化省美術局サンタラポーン楽団、チャラームチャイ楽団の共催で、ラマ9世、プミポン前国王陛下の作曲による楽曲の数々を披露する音楽イベントを開催する予定です。王室支援のサンタラポン財団事務局のアティポン氏や、タイ交響楽団、サンタラポン楽団の有名歌手数名が出席し、記者会見を行いました。文化省ユパー事務次官は、この音楽フェスティバルは、タイ人は深い感謝と、前国王陛下の素晴らしい音楽の才能を披露し、国民に対する前国王陛下の寛大さを称える場となると述べました。
前国王陛下の誕生日はタイでは父の日とされており、これを祝うためにユパー事務次官は市民のために各都県に幸せの文化広場を立ち上げ、一連の音楽や文化活動に参加してもらえるよう文化イベントを開催するよう要請しました。ユパー事務次官はこの動きは公務員の団結と健康を促進するという政府の方針と一致しており、また各会場では地方の特産品販売やサービスを提供することで地方への収入を望む人たちに機会を提供することにもつながると述べています。文化振興局のホーウィット局長によりますと、2日間のイベント期間中にはラマ9世が作曲したドアンチャイカ・クアムルクやゲオター・クアン・オー・アイセー・インポッシブル・ドリームなど世界的に有名な音楽が各地で演奏されます。ホーウィット局長によりますと、12月1日から2日にかけてはバンコク芸術文化センターで人気のリズムダンスの基本を学びたい人たち200人を対象に無料のダンス教室が開催されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.